監視所に囚われている捕虜2名を救出してくれ。ターゲットは民間人男女各1名。感染症調査のために派遣された技術者らしい。どうもあのウンゾヤバディアブルに頻繁に出入りしていたようだ。回収すれば何か目撃情報が聞き出せるだろう。呼ばればよかったけど、英語のできるスタッフが私しかいなかった。それであの工場に。知っては見慣れてるし怖くはないけど、エネミープレゼンスディテクテッド、マップハスビンアップデート。ここへ呼ばれたのは医療施設に機器の搬入と設置を、それから患者の臨床検査も。だがまさかあれは何だ。該当する症例が見当たらない。それにあれは治療というよりまるで病原体を培養しているような。あんたこの辺の人か。あんたは知らないか。見たことはないのか。私は一人で逃げた。彼女を連れて。敵のスナイパーだ。倍だった。伏せていれば敵をやり過ごすことができるはずだ。どうせ助からないからだ。Extraction arrived at Mother Base. やったな。ミッション完了だ。あんたの力は計り知れん。
回収した2人のターゲットは検疫にかけた。今のところ体調に異変はないが、しばらく経過を見る。あの工場に出入りしていたとすれば、彼らを派遣したのは単なる医療機関のはずがない。サイファーに利用され、いつか始末されることになっていたんだ。2人はダイヤモンドドッグズで保護する。本人たちも同意した。依頼通り出国は補佐したからな。ミッションは完了だ。それよりボス、彼らはあの工場の目撃者だ。全ての患者をほぼ毎日診察していた。患者は一人残らずテープの音声を聞かされていたようだ。だが男の方はこう言っていた。英語じゃないから音声の内容はわからなかったと。ボス、人間たちの喉に押し込まれた声の中に英語はなかったんだ。そんなに長く戦場にいると体の調子も悪くなる。たまにはマザーベースでシャワーでも浴びたらどうだ。ん？ヘリが起動した。燃料弾薬の補給急ぐぞ。了解です、チーフ。なっどうして？何があった？手伝え。押さえてろ。持ち場に戻れ。日頃の仕返しか。あいつだけにか。殺す気はなかった。独房の監視を強化しろ。今度会ったらそれが最後だ。まさかとは思うが、一応遺伝子検査にかけてみようと思う。
大丈夫だ。本人には気づかれないようにやる。時間はかかるかもしれんが、結果が出たら教える。